イベント決定。1月25日セレナっていう場所で、セレナ新しい会場です。詳細は下に概要欄で貼っておきます。はい、チェックしてみてください。チェキラチェキラ。声してない。これしたよね。うでしょ。したよね。うん、やっぱそうだね。マジ。明るいのにな。めちゃくちゃ明るくしてんのに。びっくりしたわ今。やめて、怖い。開幕そうそう。めちゃくちゃ明るくしてんのに。びっくりしたわ今。やめて、怖い。開幕そうそう。開幕そうそう、言ってました。マジ入って絶対入って。マジ全然来なかったもん。今日はちょっと今のはちょれっぽっちまってなんということで、はい、久しぶりにやってきました、はい、おしゃれ番長を呼びました。楽しみ来ました。俺と対話あれや、心つとくれ。なんで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 番長に関して。あー、なるほどね。あー、ということで今日僕がやらせていただくということで。おい、マジかー。おい、僕紹介するものたくさんあるんですけど、あるか、そんなもあるね。今日はね、ニューヨークのものを交えつつ。あー、ニューヨークかー。ST スタジオのムカデ男。まず1個目ナイキです。ナイキ、ナイキ、ナイキ、アメリカ。また靴やかっこいいからね、ナイキ。あれもうね、バチバチだ。え、かわいい。うわ、嘘だ、かわいい。わー、いいね。かわいい。え、それ大好評じゃないですか、ほら。おー、こちらですね。いや、ダメだよ、これ可愛いって言うと。ダメだよ。可愛いんだから買っていいでしょ。今の資金めっちゃ合うじゃん。うわ、うわ、あっちゃうんだよね。緑、緑、おしゃれわかる。ありがとうございます。おしゃれ番長です。食べたい、うまそう。食べたい、メロンみたいな。メロンみたいな、食べたい。お前おしゃれ番長になれねえな。後ろもっとメロン。うぇー、やったー。後ろがメロンみたいになってます。おぉ、反応マジ。もうポチッと反応マジっすね。もうポチッと思ってる。おい、サブちゃんだぞ。最近なんかもう当たり前に入ってる。チューニングだぞお前。2つ目いきます。来た、こちらです。なんじゃそりゃ。コーチジャケットですね。おお、ジャケット、ジャケットかよ。なんですけど、このロゴがめちゃくちゃ可愛いんですよ。可愛い。これね、10になってるでしょ。これ10になってる。10になってるの。あ、ほんとだ。あ、すげえ。おお、なんで買ったかっていうと、俺とノリとターボーがね、はい、これにこれか、ブルックリーズ。うわー、そう、ジになってるんだよ。おお、ブルックリーズ。そうなんだよね。すげえ。よっしゃ。しかもさ、中めっちゃ太い。そう、中ね、めちゃ太い。これやばい、めちゃモコモコだよ。中こういう、やばい、冬仕様だね、これ。これはおしゃんすぎる。色もおしゃんでしょ。おしゃん、色もあんま人が着ないようなやつ。そうそうそう、オンリーワンだね。あえて選ばしてもらって。これはいいね。ニューヨーク行ったね、我々しかわかんないんだけど。確かにね。いいやん、ブルックリンがもうすごいね。おしゃれの極み。ブルックリンな。ピザって食ったことある。ピザちょっとだけ。じゃあピザじゃないんだよ。それピザじゃない、それチーズパン。それそう、チーズ焼き、チーズ焼きトマトのせパン。そう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 。あ、まあなんならお前らが食ってるのがピザで、俺らが食ってるのがピッサ。あ、ピッサ。あ、ピピピピピピッサ。あ、うるせー、イタリアやろそれ。日本に来てブルックリン愛が溢れた結果、通販でね、ネットで探しまくってこれ買った。よくゲットできた。よくゲットできた。あるだろ。インターネットなんだと思ってんだ。ジェット押せば。通販だぞ。しかもさ、多分後日インスタに上げて、もう上げてあるかもしれないんだけど、ブルックリンで出会ったね、セレクトショップの女の店員さんが日本が好きみたいで、うん、なんか片言で頑張って日本語喋ってくれて、そうこのね、今ターボがつけてる、ね、そう、これしたら商品なのね、結構高い、うん、なのに、うん、俺とターボ全員にくれた。そう、くれた、くれた for you って言って、びっくりして。ええ、可愛いな。ニューヨーク行った。クリストルやば。そう。まあまあ、ダックなやつをくれたんだ。いや、すげえ。すげえ。そう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 。最初なんか俺のになんかやべえ、押し売り来たわ。やべえわと思ったら、くれる。そう。優しい。返そうとしたら、いや、そう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 。あの脳が忘れられん。な。ちょっと、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 
厳しい、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 サイレントウォーやめろ。多分、多分そのブルックリンのお店で5、6万使ってたからと思うんだけど。あー、めちゃめちゃ買い物してたから、ね、みんなめちゃめちゃ買い物してたから。うん、最後、お、いいっすか、これ一番ニューヨークで俺がね、気持ちよく買ったもんです。お、ニューヨーカー、なんじゃ、なんだの、出たー、うわ、うわ、出たー、ゴツゴツしてる、モアテンです。日本で見たことないモデルで、うんうん、これよ、もう一目惚れしてもうすぐ買おうと思った、うん、でも日本でモアテンって3万ぐらいする、高いよ、3万ちょい大金、うん、高いぐらい。なんとニューヨークで、やっぱアメリカで本場じゃないですか、はい、うん、モアテンが、うん、1万8000円、1万8000円、すごいことになってるよ。1万8000円、これすごいよお前、ごっつい、これ1万8000円って、いや買いたいです今すぐに、やばいよ、まあ、一発目で受けてないんだから、これやるな、1万8000円、みんなもう、お前、お前全員すごい顔で見てた。あの大輝さんがもうすごい顔。諦めない心が大事。よし、よし、素晴らしい、素晴らしい、どうしてるよ、アメリカドリームだよ。もうアメリカでナイキ自体がアメリカすごい安いんで、ニューヨーク行ったらナイキぜひ、すげえよね、買ってみてください。モアテンこれえぐいよね、変な話ね、販売で儲けられちゃうぐらい。なるほど、確かに確かに、そうだって1万以上も利益あるから、うん、はい、ということで、はい、この3点を載せたインスタをね、まあもうインスタ直接上がってるのもあるので、うんうん、それをチェックしてもらって、ぜひ皆さんフォローよろしくお願いします。ということで、じゃあ、うん、はい、僕の、オフラル番長、今日ここまで、はい、あ、待て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 、なんだ、なんだ、他にも紹介するもんあんだろうが、まだ、うん、あるでしょ、まだ、紹介しなさいよ、あんた、分ければいいんじゃないですか、いいじゃん、いいじゃん、もう普通に、いや、もうこの機会なんだから紹介しなさいよ、あなた、な、何、何、ないよ、何、あるでしょ、ここに、はい、これですよ、これずっとあるの、それ、あ、ずっとあるやつ、あるでしょ、これ、そういえば、あ、これのことか、これのことか、じゃないのよ、恐ろしい、ずっとあるもんね、それ。もう俺が言わなかったらみんなが忘れてるとこだったよ。なるほど、正直に言いましょう、忘れてました。忘れたんかい、勝手なくて忘れるって、これやばいからね、本当に ありすぎるのよ、ほんまに、めっちゃあるやん、こんばん、もう、もう、まひってるだよね、韓国、え、うん、何今近かった、なんか完全に押されてる、なんか俺もなんか振動が来た、完全に押されてる、俺なかったよ、逆に、何もなかった、でもなんかちょいちょいあるなんかそば叩かれた感じみたいな、なんかそういうのに蹴ばす結果、え、完全に、なんか一瞬振動した、俺も蹴飛ばされたの、そこ、結構サバやな、練習多い、多いよね、さっきバチって言ったし、ここ休んでほしいよね、本当に、もう休んでほしいよね、休んでほしいよね、休んでほしいよ、急で働いてるから。って紹介しますね、はい、紹介してください、もう、はい、うわ、コンバースですね、うわ、うわ、コンバース出た、コンバース出た、出た、また、え、またまた行ったの、今こっちの辺で行った、紹介させー、おーい、おーい、おーい、入ってると思った、マジじゃあ僕一人で紹介していきます、ということで、こちらがコンバースのお靴でございます。マックス超かっこいい、スーパーマンコラボだね、かっこいい、かわいいよね、かわいい、かわいい、かわいいでしょ、スーパーマン、すげえかっこいい、じゃあまた靴買います、おいおいおい、ウェールが来るぞ、かわいいんだから、あ、かわいいって言ってんだから、もう、あ、じゃあ靴置き場があって階段まで来るから、おしゃれ、おしゃれにこう飾っていく階段、おしゃれ、おしゃれにこう飾っていく階段、おしゃれ、おしゃれにこう飾っていく階段、こう飾っていく階段、それはちょっとインスタ映えかもしれない、かっこいいかもね、ちょっと若干ね、それはちょっとインスタ映えかもしれない、かっこいいかもね、ちょっと若干ね、インスタ映えかもしれない、
なるべく全部、まあゆくゆくは載せると思う、うん、まあ他にもいろんな服の載せてるので、ぜひ皆さんチェックの方よろしくお願いします。お願いします。ということでね、サブチャンでも現象起きてますけど、やばいっす、負けずに頑張っていきましょう。はい、頑張りましょう。頑張ろう。それで次のおしゃれ番長でお会いしましょう。バイバイバイビー。バイビー。明るいのにな。めちゃくちゃ明るくしてんのに。びっくりしたわ今。やめて、怖いから。開幕そそ。うう言ってたぞお前。うだよ。うん、ない。いや、あのおしゃれおしゃれにこう飾っていく階段。それはちょっとインスタ映えかもしれない。かっこいいよね、ちょっと若干ね。ちょっと言ってほしい。休んでほしいよね。休んでほしいよね。休んでほしいよね。